はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけですね、今回ですねやってまいりました、ファーストアニバーサリー大感謝祭メモリアルパーティー召喚ということでですね、それだけじゃないんです。なんと福岡魔界ゲームショー召喚、なんとですね、結構ね、魔界ゲームショー召喚っていうのはですね、かなりですね、アサギさんがですね、結構注目された時でありましてですね、しかもまだね、復刻ね、追走の方にはね、復刻されていないということでね、注目のね、あのキャラクターがいます。でね、どっちを選んだ方がいいんだろうというところでですね、ちょっと今回ね、両方回していこうかなと思います。で、このメモリアルパーティー召喚は、まあ、ハムイベ対象召喚になりますし、まあね、まずね、アニバーサリーですごいなと思ったところは、もちろんこのね、ハムイベイベントのキャラクターで、ですね、排出のね、星3、星4が2倍っていうところはですね、今までなかったんで、これは素晴らしいことだと思います。そして見た目も最高ですね、セラ様万歳ですよね、本当にチャイナ服のセラ様、そして清掃のキリアめちゃくちゃかっこいいですね、素晴らしいですね。いつになったらアデルとロザリンドっていうペア出すんですかね。はい、なので、ね、まあ、新キャラクターということでじっくりね、性能の方を見ていきましょう。はい、まずはレースをセラフィーヌさんでございます。声優さん変わらずですね、いやーかわいい、めっちゃ欲しい。いやでもセラ様自体がね、もともと戦闘向きなキャラクターじゃないので、どういう性能かってとこ気になるとこですね。早速マビリティの方見ていきましょう。はい、マビリティなんですけれど、まずプリンセスオーダーでターン開始時の行動最後尾、なるほど最後尾の方か、スピード調整が必要ですね。ただですね、これ最後尾のキャラクターのアタックが 40% ということは、例えば4体バフをかけてその後最後に攻撃しますみたいなパターンにさらに 40% 乗るって思ったら結構面白いかもしれない。結構あれかね、レベルフィッシュっていうか、経験値ゲートまだクリアできないよっていう方もしかすると使えるのかもしれませんが、まあスピードね、もともと必要ですからね。ただセラ様のスピード62ニットとか魅力なんじゃないでしょうか。さらに HP が多いほどアタック 35% ってことで、自分のバフもかけるパーティーの、ね、必殺技が与えるとの 12% ってなので、まあ、結構レベルフィッシュ向きじゃないかなと勝手に思っております。そしてまたここの使いにくさ、男性パーティーだったら 6% ということで、自分が女性キャラなのでおそらく最大 24%、 多分助っ人は関係ないと思います。はい、なので、まあ、24% と最大 35% のバフがかかったりもするんですけれど、どうでしょう。なんか昔だったらおーってなるんですけれど、今結構いろんなキャラクターが出てる、なんかそこまで強くない気がするってことは技ですよね、きっとね。はい、技の方が、マビリティ封印回復ありますね。そしてなんと全体でバフがかかる上に、味方のデバフ効果が半減、なるほど、下げられた時のバフが半減されるということで、これ最近に、ね、流行っていますけれど、結構魔王の巨頭でも使えるキャラクターになるんですかね。そして幻聴オーケストラっていうことで、スピードがね、全員 10% かな、 10% 本人だけか、 10% アップの麻痺無効付与ということで、まあね、麻痺の効果がね、どんだけ上がるか上がらないかっていうので、ね、僕の別の動画でわかると思うんですけれど、なるほど、技がまあちょっと面白みが出てますね。ってなると気になるのはやっぱり魔法かな。はい、魔法がファイヤー系でアーマーブレイク、メガアーマーブレー、なるほど、まあややよし、いやいや、そこまででもない。はい、てなわけで魔法もそうでないってことは、これはもしかして固有技が強いのかな。お、敵のバフ効果を一つ解除、なるほど、これはちょっと面白い。まあ S 単体でね、 SP が70なので、まあね、どんなに下げてもね、60とか50なんはしますからね。まあですけれど、まあ、敵でバフ効果を一つ解除できるってことで、もしかするとなんか結構特殊な時に使えるキャラクターっていうイメージでしょうか。決して凡用に使えるようなキャラクターじゃない気がしてきちゃいました。どうなんでしょう、皆さんの意見どうでしょうかね。僕的にはそこまで評価高くないです、正直言うと。はい、というわけで次ですね、霊装キリアさん、かっこいいっすね。いや、何でも似合うキリアは、まあね、服脱いだらめちゃくちゃマッチョなんですけどね、細くてね。で、得意装備が剣、超魔流って言っちゃダメでしょ、超魔流は剣を使ったら邪道だろうが。はい、すいません、ツッコミのつもりで、ね、口が悪くなりました。いや、剣を装備しちゃう超魔流のキリアさんでもすごい矛盾が発生して、まあ面白いですけどね。はい、じゃあ、マビリティの方見ていきましょう。共鳴数、なんと覚醒キリアと似たパターン。なるほど、パーティーの生存キャラで 15%。まあね、今何もなくても 15% っていうのがね、なってるから、パーティー全体ですからね、パーティー全体で 15% の能力アップすることもあるがどうなんでしょうね。で、ソニカタカーで、スピードバフを受けている場合にアタック 40% ということで、まあこれはまあ強いよね。で、パーティー生存キャラが多いほど与えるダメージ、これは自分、そして女性キャラが受けるダメージが 12%、 要するにセラ様と一緒に組ませる気満々なキャラクターって感じですかね。覚醒キリアの強化なんとか、なんかあやふや版みたいな感じでしょうか。ってことはやっぱり技が強いのかな。なんか今のところ、おお、すげえ、アニバーサリー最高っていう感じがないですね。
はい、まあ、技だと、おお、面白い。ちょっと面白いぞ。まずこの真ん中の煉獄天将派は、全体のアタック、この技で倒した敵キャラの数かける 5% のアタックが増えるっていうことで、これすごくないですか？しかも、低 SP なので連発できますんで、これ面白いぞ。要するにアイテム界とかだったら、ね、1ウェーブ、2ウェーブで、まあ、5体5体の10体だから、もうそれだけでアタック 50% 増えちゃうじゃん、これすご。これ面白いぞ。で、アンサンブルバーストが、まあ、スピードの敵のね、スピードを下げての S 単体がもうすでに覚えちゃうということで、魔改造プラス3はいらないと。竜とはいらないか分かりませんけど、いらないと。で、面白い。この煉獄天将派はすっごい面白いですね。いや、しかもこれ4ウェーブあるバトルとかもあるし、そうするとどん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 敵を倒すことができるので、アタックバンバン上がっていくってことで、自分でバフがかかるっていうのが魅力的ですね。ちょっと面白い。ちょっと自分の中で評価が上がった。そしてブレバも覚えます。メガブレも覚えます。まあ、自分用ではないさそうですけどね。はい、そして S 単体で、おー、なるほど。祝賀満床すごいな、見てみたいな、どんな技か。 HP 以外の全能力、この技で倒した敵キャラ、待って、 HP 以外って書いてあるよ。え、待って待って、 HP 以外って書いてあるよ。ちょっとわかります。 HP 以外ですよ。 SP かかりますよ。あ、今気づいた。いや、連発はできない、確かにできないけど、これすごいぞ。 HP 以外の全能力、スピードも含めて、この敵で倒した敵キャラの数 10% プラス5体一気にね、全体技ですから倒せますから。そして 50%、 スピードが 50% 増えたらやばいことになりません？スピード50だったら75になっちゃうけど、え、すごい、何これ、本当ちょっと欲しい。レースを切りは面白い。はい、手なわけで回していきたいと思います。まあ、配数2倍だってところでですね、まあ、今までと違うところはですね、まあ、相変わらずの、ね、0.7% なのでピックアップされてますよってところなんですが、他のキャラクターが 0.0 なのじゃなくて 0.、 そうなんですよ2倍になるってことはこういうことなんですよね。なので、いつもより星4が来たら、おー、ピックアップ来るかもっていうテンションはちょっと下がりますけど、やっぱね、やっぱ2倍の 6% って嬉しいですよね。早速回していきましょう。ハムイベで2倍か、どうなんだろう。はい、安定の壺が金色じゃない。まあ、そりゃそうですよね。 6% だから、まあ、2回で1回ぐらいですかね。大体ガラガラ感じたい星さんが、おー、青いドクロちゃん、メガネの意味あんのかなって書き方してますよね、いつも思うんですけど。うわー、猫、いつも思う。猫をかぶってんのか、それとも猫に食べられた牙なのか、髪の毛なのか。うわー、行きたい。いつも思う。ドラゴンクエスト5のグレートドラゴンの赤色バージョンにしか俺はすごく見えない、形に似てません？いやいや、来た、ウサギトントン。いや、トントンといえばドラゴンボールのあのウサギの触ったら人参になるやつ、すげえ好きだったんだよな。うわー、出た、相変わらず喋んなくて口かヒゲかわかんない口のやつ。うわ、出た、お、出た出た、今度青色方。おお、来た、おっと、やった、ありがとうございます。これ来たんじゃないの。やった、今回ハムイベ頑張ろう。ハムイベの動画も上げますんでよろしくお願いしますね。なんでラズベリル、懐かしい。そっか、1周年だもんね。はい、すごいレアな方だと思うんですけど、僕が一番最初の動画上げた時に、ラズベリルを選んで、このディスガイ RPG を始めております。で、1周年経ったイベントでラズベリルで終わると、これは綺麗に終わったんじゃないでしょうか。いや、綺麗に終わったって、この後浅ぎ回しますけどね。いやー、瀬戸さん来た、瀬戸さん来た。はい、てなわけで、まあ、結果ね、一応ね、星4は出たんですけれど、ピックアップは当たらずってことで、ハムイベは地道に回していきたいと思います。はい、じゃあね、それではですね、まあ、これだけで終わると寂しいのでね、もう一個の方ね、浅木さんの方回していきましょう。はい、じゃあね、もう一個の召喚やってまいりました。こちらも排出見栄えってやばくないですか。いや、すげえ、やっぱ1周年っていうところのアピールはちゃんとできてますね。はい、でですね、まあ、一度出たキャラなのでですね、まあね、これ最近始めたっていう方のためにね、すごく簡単にだけね、キャラクターの紹介していきたいと思います。ちなみに永遠の主人公、浅木さんでございます。シリーズのね、好きな方ですね、ご存知ですね。はい、パーティーアタック HP 13% ずつ、わかりやすい、上がりやすい。そしてこのターン開始自分の SP プラス10、このキャラがいるといないだけで周回イベントがすごくね、差が出てきますんでね。 でもね、これ実はですね、これマビリティですね、5まで上げないとこの連続禁止技が連発できるっていう技あるじゃないですか。まあ、結構ね、最近そういうキャラ多いんですけれど、ここね、低 SP の技でなんとバフが 5% 増えるっていう素敵な技があるんですけれど、なんと連続が使えないんですよ。なんで自分の SP が10回復するのに連続できないんじゃいっていうところを解決してくれるのがこのマビリティプラス5。そしてパーティーの人型キャラで組めば全員が与えるダメージ 18% アップということで、素晴らしいキャラでございます。はい、で、もう一つの方ですね。はい、世紀末覇者。間違えました。世紀末魔王、浅木さんでございます。僕、こちら持っていてですね、なんと一番最初に9999になったキャラクターはこちらになります。なぜかっていうとですね、同じ浅木さんとですね、素晴らしいね、同じね、S あるんですよ。SP、自分の SP プラス10、これがあるだけで、アイテム界の周回もですね、本当にストーリーの周回でも全て、だって低 SP の全体技が永遠に使い続けられますからね、この一人でね。
そしてもう一つ面白いのがですね、やっぱりマビリティ7のですね、パーティーすべてがね、魔物型キャラの場合、自分が与えるダメージが 50% ということでね、今、ウサリアさんが交換できるじゃないですか。で、まずウサリアで魔物キャラ1、しかもブレイブハートを覚えます。そしてですね、多分ね、みんな当たってね、仕方がないサーズデーがありますよね。サーズデーもメガブレイブハートちゃんと覚えます。今はですね、ちゃんとですね、達也さんがいますのでね、上げて30まで上げてメガブレイブを覚えてくださいっていうところで、めっちゃ使えるんですよ。めっちゃ強いんですよ、こいつ、この方。でですね、しかもダークネスレーザーとかですね、まあ、全体技 SP もあるんですけれど、なんとデフトレスの、ね、低い方を、ね、勝手に計算してやってくれるっていうのと、メガブレイブハートを覚えるってことで、もうそれだけで十分じゃないでしょうか。まあ、正直言ってアサギさんが強すぎるので、僕はメガブレイをあんまり使ったことがありません。ほとんどあくまでおまけみたいな感じになっております。そして固有技が強いんですよ。こちらもですね、S 単体技があるんですけど、それだけじゃありません。敵のデフトレスの低い方でダメージ計算までついているっていうことでね、絶対回していきましょう。まあ僕持ってるんで、主人公アサギさん欲しいです、単純に。あーでもね、相変わらずなおつぼですね。しかもなんか排出が2倍の割にはですね、なんか全然なんか惜しいっていう雰囲気さえないんだよな。なんかね、やっぱメガネかけてる意味ないし、いや本当にタバコ吸ったら目から煙出てきそうだけどな、パンプキンかってことかな。青い猫、なんかこんなプリに続き青いのが続くな。青いパンプキン、なんか異様に青いんですけど、なんかまた青い猫来たし、すっげえ青いんですけど、お紫色、なんか赤混ぜてみましたみたいな。おーっと来たい、来た、ついに来た。だってさ、 0.7% とさ、周りが 0.2% だけ。いやこれ絶対来るでしょ。来い来い来い。おっしゃ来た、やったー。まさかの半年ぶりのアサギさんに会えるとは。ありがとうございます。やったーい。使うかななんかいろんなキャラクターが揃いすぎて使うか謎ですけどね。いやめっちゃ嬉しいです。はい、というわけで、まあ、個人的にはね、まあ、当たりだったんですけれど、まあ、今回のね、ガチャ2種類なんですけど、まず、ハムイベ用のですね、メモリアルパーティーが召喚なんですけれど、まあ、ハムイベを頑張ってね、やっぱね、キャラクター 50% のやつ欲しいですっていうんであれば、まあ、ちょっと狙ってもね、やっぱ2倍ですから、排出が。狙っていいと思うんですけど、キャラクター的にはですね、セラフィーニよりちょっとキリアの方がいいかなぐらいで、そこまでいいキャラじゃない。じゃないかなって個人的に思うので、様子見でいいと思います。で今回のですね、こちらのですね、魔界ゲームショーですね、こちらの方はですね、アサギさん持ってない方ぜひ回していただきたいと思います。もちろんね、この後もまた出るんじゃないかなって気がしますし、ちょっと1周年のね、ガチャのキャラクターにしてはね、ちょっとね、弱いんですよね、インパクトがね。なのでちょっとね、まだまだね、石がね、これからね、使い道がわからないので、様子を見ながらアサギさん狙いでちょっと狙ってもいいんじゃないかなっていうのが僕のまとめでございます。はい、というわけで最後までご視聴の方ありがとうございました。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではですね、まあ、ハムイベの方もね、ちょっと周回してですね、今回ね、めちゃくちゃいいでしょっていうような売りのところもあるのでね、そちらの方も紹介していきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは、またね。